16号下午，与会各国代表抵达会场。据日本共同社报道，本次七国集团外长会的主要议题包括乌克兰危机、朝鲜半岛局势以及核裁军等。与此同时，当地民众举行抗议集会，打出反对七国集团、不要战争等标语。そもそも先進国だけで話し合うするっていうことが疑問です。もっと貧しい国、それから今戦争している国などなどの意見を集約しながら、ただ仲良くお食事するだけではとっても疑問に思いますので、軽井沢の住民として駆けつけました。私たちが掲げている平和だとか原発反対だとか、あるいは今汚染水の問題とか、さまざまな問題についてやっぱり前向きに、みんなのためになるように議論されるんじゃなくて、大国の利益が守られるような議論ではあってはならないということを思いますね。七国集团由美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。日本是今年七国集团轮值主席国。七国集团峰会将于5月在日本广岛举行。